はい、こんにちは、翔太です。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、来たね。まあ、いるとは思ってたよ。使うやつが。絶対ね、いるとは思ってた。鬼ゴーリなんだよな。鬼ゴーリなんだよな。ただ、いや、僕としては、選出はまあ、ランドロス系に無動、ディアルガに対してハピー。で、まあ、物理だったときちょっとプレスあったら、まあ、割と困っちゃうけど、まあ、で、ウラオスにダイナみたいな、ダイナハピウドウみたいな感じで考えてるんだけど、ゴーリ、いやね、バンギルから抜けに投げて、ゴーリがね、TOD あるおかげで抜けに止まるんですけど、ちょっとなー、まあ、ディアルガの初手の型確認してからダイナで身代わり張ってで見てよくて、裏はまあさす、でも無動ハピでいいかな。マジフレ連打すれば別に無動投げれるしな。まあ、そんな感じでいくか。まあ、ディアル側ね、型よく確認してから立ち回り次第で無限になんとかもなると思ってるんだけど、どう考えても怖いの、ゴーリなんよな。何が怖いってレードが一発で当たることだよね。割とゴーリに対して厳しめだからな。初手ランドまあ、ステロ末期の話はあるね。もしかしてランドレー、ステロ展開して合理で全部破壊しようみたいな。さすがにないわ。相手プレスの通り結構いいから、まあ、無動投げて鉄壁して、プレスで殺しに行ってみたいな。まあ、ディアルガがプレス持ってると、僕割と全滅ゲーミングなんだけど。ああ、ステロ持ち、それはまあまあまあ。このランドは、ダイナで割と余裕あるから、僕もステロ巻き返していいかな。ディアルが出てくるから鉄壁してプレス次打ちに行く話、まあなくはなかったけど。さすがにステロかな。一旦。で、誰に引いてくるかなんだけど、まあ突っ張はさすがに絶対なくて、引くんだけど、出た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 。ここ僕がプレス押してたら、まあそれはないわ、さすがに。来よった。このポケモン。交代用だ。D が上がるのはよくて、S 下がれ。バーカざまみろ。ポケが。僕の無動プレス増えてないんですよ。でも S 下がったおかげで、こう僕上からプレス叩き込めて、ゴーリ引くなら引くで構わない。ステロ入るから。それはまだいい。まあ、守るから入るかな。守るから入るかな。ダイナ引いて毒打ちに行く話。いや、でもそれはね、次突然 S が2個上がるとちょっと困っちゃうからな。やべ、僕ね、鬼ゴリ、S 下がったよね、君。どういうこと？こいつもしかしてスカーフか？え？残飯だよね。え？どういうこと？ガチで。しかも C 上がったし。おい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 、マジマジマジで。え？嘘でしょ？こんな早かったっけ、ゴーリって。S1 個下がっててさ。まあ、そんなもんか。C 上がったのまず。死ぬけど、ハピ引くか。まあ、投げに行くしかないかな。投げに行くしかないかな。ここは絶対さすがに振りドラだから。どうしよっかな。守る、同速だっけ？でも僕の無動確かまだ純速と再抜きだったはずなんだけど。こんなもんだったっけ？ B 上がる。まあ、これはあんま関係ないかな。A 下がる。投げるか。身代わり。まあ、これは全然いいね。電磁波とかケアなんだろうけど。僕ちゃんと攻撃技をしてるんで。で、ランドは別にまだやばい状態じゃないから。ステロ巻かれてんの言うてだるいけど。で、まあ、ここ相手守るでしょ？多分。いや、マジでね、
しかもちゃんと色違いでこいつ使っとるんよ、氷を。仕上がるのはいい。S 下がるバカが。ざまあ見やがれ。一回投げるわ。ちゃんと、まあ守るだと思うんだけど、まあ鬼氷は確かにダイマックスなくなって強化されたよね。回避アップは別にないから、絶望感はないけど、まあ結局その一撃技持ってるポケモンのきつさをちゃんと持ってるっていう。S 上がる。あ、じゃ A 上がる。D 下がる。まあ相手能力アップ的には割と S 下がり続けてるから、まあ、結構損してる話あるけど。くたばれ、マジで。顔面パンダが。オッケー。ゴーリ殺したら勝ちです。まあ、あとディアルガかな。ディアルガの型によるね。ここ、ああ、まあ一回ランドから入るんかな。その話は全然あるけど。まあ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 。このランド多分タスキじゃないかな、初手だし。で、まあ、ハッピーのヒットポイント別に削る理由もないし、無動を投げてよくて。ステロ持ちだからまあ、殺してくるポケモンでもないし。こいつをまあ、うまく処理すれば、もらったんじゃないか。封じ。まあまあまあ、これはいいわ。いやー、ガチで、無限大な次第。あ、無限大じゃねえや。ディアルガの技構成次第だな。ここね、ディアルが削りに行った方が多分、試合展開的にはマシだろう。で、ランド突破別に怖くないのと、ああ、処理できるから。合理頼みだったら相手、始末しました。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合は、まあ、僕ドヒドはいないから、ノラゴンゲロなんだけど、まあ、ダイナムドで見れるな。いやーでもこれね、ダイナの方いろいろ考えると、僕、ハピナスを投げなきゃいけない話があって、ダイナハピムド、テリフもショックで終わるんだよな。って考えると、抜けに割と持ってっていい話あるくない？ダメ？まあ、初手はダイナでいい。で、いや、ドラゴンどうせこだわってるから、無動いらないわ。これでいけるっしょ。ミミッキュに対して、ではまあ、ハピで電磁波入るなり、抜け人マジフレ入るなりでいける。で、ティフがあと何？メザ炎はない。シャドボぐらいか。まあいけるんじゃない？これでいこう。まあ、相手の構築がね、無限ダイナいる割にかなり対面寄りな並びに見えるから、まあサイクルできる無限ダイナじゃなくてアタッカーと思うんだよね。で、ここ、ティフと初手当たるのも全然よくて、何がしたかったかっていうと、テテフの型を知りたかったと。これはメガネの線があるから、まあ、一回身代わりで、技見ていいね。S はこっちの方が早いの確定してるから、まあ、S パワーズ何持ってるのかと、突然抜けに読みでシャドボ打ってくる場合と、ショックがある。まあ、これは良くて、さすがに身が割れるよね。ね、これでメガネかどうかなんだよね、あとは。メガネじゃないんだったら上からマジフレ打って、多分なんとかできるんだけど、まあ、型わかんないし、一回抜けにんでいい。抜けにん着地して、飛んでくる技が、相手も引いてる。メガネっぽいな。まあ、十中八九こだわってると見てよくて、ノラゴンは、こいつもこだわってんだろう。コラエルで技見ます。悪技持ってる。とりあえず見してもろて。ああ、ダイナ読みか。これは裏に鬼火通せるけど、鬼火通す理由あるか？ポリッツ鬼火して。あんま美味しくない話あるな。まあまあでも鬼火でいいか。まあ、多分テテフだと思うんだよね、ここ出てくるの。ああ、無限大だか。オッケーオッケー。これ、鬼火入るのでかくて。あと僕が無限大のどこかで回復させないといけない話がある。
まあ、とりあえず、ダイナ毒入んないから。で、回復できない。いや、でもメガネテデフでしょ、多分。いや、フラダンだったら、こっから待ってれば死ぬから。まずさ、まあ、でも再生切る理由ないんだよな、無限ダイナで。間違いなく一番強いもん。再生と身代わりとマジフレが。放射。まあ、再生、打つターンに僕引けばいいから。ここは投げていっていいかな。あー、割とここのね、ドラゴンだし、きつい。自破をしとくか。ドックドック。耐久型を無限大なのを確定で。まあ、ダイマックス砲があるかないかによって変わってくるかな。卵からでいい。即引いてくるなら、まあ、ダイマックス砲ないと思っていい。放射でしょ？ちょっと不思議だよな。マジフレ入れない理由ないから。いや、でも、当時のね、竜王戦の頃はね、コスモパワーの無限ダイナ、コスモパワーの無限ダイナで、なおかつ、マジフレじゃなくて火炎放射っていうのが、普通だったっぽいんだけど、記事とか読む感じ。まあ、ここは一回投げよう。で、この無限ダイナアタッカーじゃないから、割とこっち余裕あるんだよね。ハピナスの後投げに関しては。投げ入る。まあ、この辺で再生をしたいターンじゃないかな。僕はダイナ着地でいい。あー、これさ、盆の実持ってるってことは多分絶対コスモパワーなんだよな。盆の実込みで受け出せるようになってて、そのまま多分詰ませれる無限ダイナだと思うから。多分僕の無限ダイナの方がそんで早い。ここは自信ある。てか多分ドラゴマじゃないよ。この相手の無限ダイナ。放射。で、僕は自分の無限ダイナのヒットポイントを確保して、あとはハピで寝に行けば勝てるから、そんなにかな。鬼火入ったのでかいな。まあ、ここはさすがに身代わりじゃない。あとダイマックスをあるかないかが。相手の方が早くて、まあでも放射だから別に怖くないと。オッケーやね。で、身軽打ってこないから多分身軽ないんだよ、こいつ。まあ無限大のヒット目とりあえず満タンにしないと TOD 勝てないから、とりあえず満タンにするところからだね。これで相手結構 TOD まずくなってくるはずで、まあでもハピに毒入れるから、なんとかなるだろうみたいな思ってそうだけど、抜け忍チビだし、ヒットポイント。まあ僕最後寝るんですけどね。結構ね、ウケループ使ってると、TOD があるせいで、こいつが、眠る持ってたら負けるじゃんっていう試合かなりあるんだけど、意外とみんな眠ってこないと。僕は眠れるんでね。これは多分 わかんないけど、なんか降参されたわ。なんか勝ちました。GG、お疲れっす。